おはようございます。羽生善俊です。突発的ですが、コーヒー入れます。別に何か、コーヒーについて何か知識がなんかすごくあるというわけではないですが、なんかですね、最近、ウェーブ式の、こういうコーヒーフィルターを買いました。そうですね。普通のやつに比べると、お湯がストンと落ちてくんで、できるの早いです。あと、キッカーランドというメーカーの、これアウトドアグッズだと思うんですけど、見えてるかな？折りたたみ式の、こういう、なんて言うんだっけ？コーヒーのフィルター、押さえるやつを買いました。こう、割とワンタッチでパタッと畳めて、使うときは、こう、パタッとできて、意外と、おしゃれで便利。これはなかなかいいですね。値段も、そんなに高いもんじゃなくて。で、なんでしょうね。時々こうやって手でぐるぐると、コーヒーを挽くのに憧れて、こういう手で挽くやつを買うんですけど、だいたいすぐにくたびれて、やっぱ電気だよねってことになりますね。これも、どのぐらいが適当なんだろう。早くも、くたびれかけてます。でも、これまたコンパクトでなかなか良かったですね。値段もやはりそんなに高くなくて。このでも、とまあ引くんですけども、これ掃除も楽でいいんですけど、でも多分、これ、やっぱりこれもアウトドア用というか持ち運び用なんで、持ち運び用じゃなくて、もうちょっとこう据え置きみたいなやつだと、こんなにくたびれないで済むかもしれないですね。なんか、こうやってコーヒーをこう挽いてる時間が、なんかこう、優雅なひとときみたいになるといいなと思ったんですけど、割とくたびれる。これが一番目が細かいやつにしたらいつまで経っても終わらなくて、ちょっと荒くしました。こういうお湯の継ぎ方とかもなんかコツがあるんでしょうね。自分があんまり酸味の強いコーヒーは好きじゃなくて、これは、アイハーブで、買った、なんかその、オーガニックみたいに書いてあって、ちょっとセールになってて安かったんですけど、ちょっと酸味が強いですね。もう酸味が強いとも、このなんかお湯の湯加減みたいなもんでちょっと変わるのかもしれないですね。あとその豆の挽き方が、なんか、イメージ的には粗い方が、こう味が、苦味が強くなるようなイメージがあるんだけど、実際には多分、細かくした方がその苦味とか酸味とか、いっぱい出て、粗い方が味がすっきりしてますね。でもなんか、もったいない気がして、細かくしちゃうんですよね。これ貧乏性なせいで、俺いろんなことすごい損してる気がする。ここに木目のなんかシートを貼ったらおしゃれになるかなと思ったけど、ここ端が映っちゃうと、もうやはりその後ここが映っちゃうんで、なんか作り物感がひどくて、まあ、失敗でしたね。しまった、お湯が多すぎた。というわけで朝の一杯です。あ、いや、そんなに全然なんか酸味が強くないな。昨日はなんか冷めた、ちょっと置いちゃって冷めたやつを飲んだらめちゃめちゃ酸味が強かったんですよね。なんかその時間の、経過とか冷めた時のあれかもしれないですね。あ、割と美味しい。よかった。はい。ではこのコーヒーを飲みながら、今日も一日頑張りたいと思います。というようなブログを、Vlog 的なものを撮ったところでこれを使うのかな？まあいいや。はい。
今、ロボット掃除機グラーバが、自分のいつもの仕事机の下を掃除しています。ちょっとここに、子供が来た時用の椅子とかがあったんですけど、ちょっと片付けて、水拭きさせています。グラーバ何度か紹介してますが、非常にやっぱ水拭きでできる、椅子にカーペットとかじゃなくて、こういうフローリングだったら、この水拭きができる、ロボット掃除機が、絶対最強だと、改めて、おっと、思いました。ハンディの掃除機があって、子供がここに来た時とか、まあ自分もそうですけど、お菓子をポリポリつまんだりするとですね、菓子くずがポロポロと落っこってきて、それをこの、ルームシューズで踏むとパキパキと音がしたりして、ああ、なんか結構粉落ちてんなと思ったんですけど、それを掃除機で吸っても吸い切れないんですよね。それが、今効率をやるとものの5分で、ピカピカです。水拭き最強ですね。もう一、お毎日2日に1回やってるんだけど、それでも毎回このぐらい埃が落ちるので、取れるので、頑張っていただきたい。そうだな。という、どうでもいいあれですけど、今日は、冬コミ用のその同人誌ですね。これから、ちょっとやるかもしれない仕事に関する、そのスケッチ的なものをまとめるという、本来で言うと、その仕事が発表になってから、後でこういうのが資料集として同人誌にまとめたりしますけど、何のための何っていうのを言わなければまあいいのかなと思って、まあいつか何か、何ヶ月後か、あるいは何年後か、何ヶ月後かかなに、まあなんか発表になった時、あ、これのためのスケッチだったのかみたいなことが分かると面白いかなと思っておりますと。で、そうだ、ちょっと、まあ、雑談的に話すと、MacBook Pro 16インチ、しばらく使ってみてですが、まあ、その、なんだろうな、当初考えていた通り、もともと使っていた MacBook Air、M1 のやつに比べると、やっぱり、パワー的にはその圧倒的に上で、動画の編集に関しても、MacBook Air だと、時々ちょっと、つっかえてしまうようなところがあったんですけど、それが全くなくなりました。で、あと書き出しも早いです。あとは、そうですね、その、なんだろうな、その具体的にどうってなかなか数値化して、説明しづらいですけど、普段使っているときに、やっぱり MacBook Air だと、このトリプルモニター環境で何か、その、もうギリギリいっぱい性能を引き出して、なんとかこなしていたという感じなんですけど、16インチでやってると、それが、余裕っていう感じがなんかこう伝わってくるというか、なんかそのあたりが非常に、安心できるというか、あとは、まあ、とりあえず16インチはそんな感じです。あと最近買ったハードとしては、ここですね、ヨッタマスターっていうなんか変な、名前の、その中国の、メーカーだと思うんですけど、ハードディスク、この中に、4ドライブかな、入ります。今、2つ入れておいて、それぞれが、1本のこの USB、サンダーボルトでつながるんですけど、レイドを組むことも、多分ソフトウェアレイドみたいなものもできるし、やらなければそれぞれが独立したハードディスクとして、この1箱でケーブル1本でハードディスクを4ドライブつなげるというもので、NAS を入れようと思ったんですけど、で、レイド組んだりしてやろうと思ったんですけど、もうむしろタイムマシンがあるし、8テラとかのハードディスクを今1万円ちょっとぐらいで買えるんで、4台とか入れて、単純にまあバックアップを取っておけばよかろうという気持ちになってきました。家だと、その泥棒ってこの製品名が悪いと思うんだけど、 D ロボって呼びたいですけど、NAS を使ってたんですけど、それよりもこれのは単純にスピードも速いし、その細かい、なんかそのレイドを組んだりとかして何かしなくても8テラあるんだから、この8テラの中にそのバックアップを1個作ればいいんじゃないかっていう気になってきました。あとはもう一つ、ここにスイッチボットミニを置きました。リモコンをそのスマホから操作したり、スケジュール組んだりできるやつで、これで、朝仕事場に来る30分前ぐらいに、この今ブオーンって言ってますけど、エアコンがつくとかですね、をするように設定したら、大変便利。今、この部屋リモコンに対応している、家電がこのエアコンぐらいしかないので、まあ、他にやることはないんですけど、とりあえずエアコンにタイマーで起動できるようになったのは便利。で、うっかり消し忘れても家から多分消すとかできるはずなんで、それも便利です。
そんな感じかな。今日のところは、そんな感じです。